エミール、または、教育については、教育の性質と、それを、最高かつ最も重要であると考えた、ジャンジャックルソーによって書かれた人間の性質に関する、論文である。サボア司祭の信仰告白と題する部分のために、エミールは、パリとジュネーブで、出版禁止とされ、初版刊行の1762年に、公開の場で焼かれた。フランス革命の間に、 エミールは新しい国の教育制度となるもののヒントとして役立った。この作品は個人と社会の関係についての基本的な政治的及び哲学的問題に取り組んでいる。特に個人は腐敗した集団の一部でありながら、ルソーが生来の人間の善とみなしたものをどのように保持することができるだうろか。その冒頭の文、それは 物事の作者の手に委ねられるのですべてが良いもので、あるすべては人間の手に移ると退化し始める。ルソーは社会契約論で彼が特定した自然人が腐敗した社会を生き残ることを可能にする教育システムを説明しようとする。彼は理想的な市民がどのように教育を受けるかというのをわかりやすく示すためにエミールと家庭教師という小説的な設定を採用する。 エミールは、ほとんど詳細な子育てガイドであるが、それにはいくつかの子育てに関する特別なのアドバイス、含まれている。それは、まず一部で考えられているように、西洋文化における、最初の教育哲学であることに、何の意義もないが、同様に、最初の教養小説の一つでもある。本文は5編に分かれている。最初の3編は、子供エミールに捧げられ、第4編は、 青年期の探求に捧げられ、第5編は、彼の女性の相手役であるソフィーの教育とエミールの家庭生活と市民生活の記述に充てられている。ジャン・ジャック・ルソー第一巻では、ルソーは、彼の基本的な哲学について論じているだけでなく、その哲学に準拠するために子供を育てなければならない方法についても解説し始める。 彼は幼児と子供の初期の身体的及び感情的な発達から始める。エミールは全く彼自身のためにだけ存在する自然人と社会での生活の意味との間の矛盾を解決する方法を見つけることを試みる。有名な冒頭の文章は教育プロジェクトの前兆ではない。造物主の手を出るときは人間は善であるが人間の手に移されると悪くされてしまう。 しかしルソーはすべての社会が人を作るか市民を作るかを選ばなければならないこと、そして最高の社会制度は人を変質させる方法を最もよく知っている機関であり、彼から絶対的な存在を奪うことであることを認めている。彼に相対的なものを与えて私を共通の団結に運びなさい。ルソーにとって変質した人とはエミールと同じ年に出版された、 社会契約論で彼が称賛する自然な本能のいくつかを抑制することであるが、ルソーにとってそのようなプロセスは完全に否定的であるように見えるかもしれないが、これはそうではない。エミールは高貴な野蛮人の喪失を嘆くことはない。代わりに、それは自然人が社会の中でどのように生きることができるかを説明する努力となる。この本でのルソーの提案の多くは、 他の教育改革者の考えを言い換えたものである。例えば、彼は、季節、気候、要素の不寛容に対して、空腹、喉の渇き、倦怠感に対して、子供たちの体を鍛えるというロックの提案を支持している。彼はまた、おくるみの危険性と、母親が自分の乳児を授乳することの利点を強調している。ルソーの母乳育児への熱意は、 彼を次のように主張させている。しかし、母親が子供を養育するようになれば、道徳は自ら改革され、自然の感情が全ての心に目覚め、国家は再構築されるだろう。壮大なレトリックへのルソーの関わりを示す誇張。著名なルソー学者であるピーター・ジ・マックは次のように論じている。ルソーは、たとえそれが自分の考えの誇張を意味する場合であっても、 読者の注意を引き、彼らの心を動かすような印象的で宝石のような言葉を務めて探し求めた。そして実際に、ルソーの宣言は、オリジナルではないにもかかわらず、おくるみと母乳育児に革命をもたらしたのである。そして、実際、ルソーの発言は、オリジナルではないが、おくるみと母乳育児の革命に影響を与えたのである。第2巻は、 子供と世界の最初の関わりに関するものである。ルソーは、この段階では、子供たちの教育は、本からではなく、感覚の発達とそれらから推論を引き出す能力に、重点を置いた、子供たちの世界との相互作用から得られるべきであると、信じていた。ルソーは、この段階で教育に成功した少年の例で、この章を締めくくっている。父親は男の子を飛んでいるタコから連れ出し、 影だけを見て、タコの位置を推測するように子供に言う。これは、子供が具体的に教えられたことのない仕事であるが、物理的な世界の推論と理解を通して、子供は彼の仕事を成功させる。ある意味で、このアプローチは、モンテッソーリ法の先駆けと言っても良い。第3編は、職業の選択の問題が登場する。ルソーは、 子供が自分の性別と年齢に適した、そして彼の傾向に適した手のスキルを価値のある役割モデルによって教えられなければならないと信じていた。子供は本ばかり読んでいるのではなく、作業場で働けば手は精神にも良い働きをする。子供は農夫のように働き、哲学者のように考えなくてはならない。そして未開人のようにのらくら者になってはならない。として、 道徳よりも技術、農業を推奨する。職業として推奨されるのはもう差し物師である。エミールは肉体的に強く、周囲の世界を注意深く観察することを学ぶと、教育の最後の部分である感情の準備が整う。我々は活動的で思考する存在を育てた。人間を完成させるために、私たちに残されているのは愛し、感じる存在を育てること、 つまり、感情によって、理性を完成させることである。エミールはこの時点でピーンエイジャーであり、ルソーは、エミールが、今や複雑な人間の感情を、特に同情を理解できるようになったと信じている。ルソーは、子供が、他人の代わりに、自分自身を置くことはできないが、思春期に達してそうすることができるようになり、エミールはついに世界に連れて行かれ、社交的になることができるという。 青年期の間に新たに社会に意欲を見せるようになったエミールに、さらに、家庭教師は彼に宗教というものを紹介する。ルソーによれば、子供たちは15歳か16歳になる前に、魂のような抽象的な概念を理解することができないので、彼らに宗教を手ほどきするのは危険を伴う。ルソーは次のように書いている。神聖に気づかないことは、それを怒らせることほど、 悪いことではない。さらに、子供たちは、宗教の一部である難しい概念を理解することが、できないので、子供たちは彼らに言われたことを暗証するだけであり、彼らは、信じることができないと彼は指摘する。第四編には、有名な、サボア司祭の信仰告白も含まれている。これは、エミールの非難の主な原因であり、親の書とは、無関係に最も頻繁に抜粋されて出版された。 部分であるるルソーは職業のの最後にに次のように書いていて私はこの文章を宗教的な問題で従うべき感情の原則としてではなく生徒と推論する方法の例として書き写した。私が確立しようとした方法とは異なる。ルソーは被災を通して読者を信仰のみという主張を通して自然宗教に導いていく。ルソーはこのように書く。 もし彼が別の宗教を持たなければならないとしたら、私はもう彼を宗教に案内人であることはできない。第5編で、ルソーはエミールの将来の妻であるソフィーの教育に目を向けている。ルソーは有名な一説で男性と女性の固有の違いを説明することから、理想的な女性であるソフィーの教育の解説を始める。それらに共通していることは、それらは、 等しいということである。それらが異なる場合、それらは比較できない。完璧な女性と完璧な男性は見た目以上にお互いに似ているべきではなく、完璧さは多かれ少なかれ影響を受けません。男女の連合では、それぞれが共通の目的に等しく貢献するが、同じ方法ではない。この多様性から男女の道徳的関係に最初に割り当て可能な違いが生じます。 ルソーは1757年末にエミール執筆を計画し、翌1758年末頃にこの作品を書き始めた。1760年10月頃には原稿を完成させ、それを保護者のリクサンブール夫人に預けた。出版は1762年5月。しかし、出版直後から特に第4編のサボワのジョニー司祭の進行告白が問題視され、 キリスト教勢力を中心とする激しい弾圧にさらされた。具体的には、まず6月に本の欧州、パリ大学進学部による告発、パリ高等法院による有罪判決と逮捕令が続き、ルソーはスイスへの逃亡を余儀なくされる。8月には、パリ大司教暴門が教書で弾劾した。これに対し、ルソーは1763年3月、 パリ大司教クリストフドボーモンへの手紙で反論したが、事態は好転しなかった。ルソーにとって、男性と女性が共通して持っているものはすべて種に属し、それらを区別するものはすべて性に属している。ルソーは、女性は、受動的で弱い、ほとんど抵抗せず、そして、男性を喜ばせるために特別に作られるべきであると、述べている。しかし、彼は、人は順番に、 彼女を喜ばせるべきであると付け加え、彼の強さの唯一の事実の関数として、つまり厳密に自然な法則として愛の法則を紹介する。エミールで探求された他のアイデアと同様に、ルソーの女性教育に対する姿勢は、当時の既存の感情を結晶化したものであった。18世紀の間、ルソーが提唱する適切な領域内に留まることが奨励されたため、 女性の教育は伝統的に法制、家事、料理などの家庭の技能に焦点を当てていた。ルソーの女性教育の簡単な説明はおそらくエミール自体よりもさらに大きな近代的な反応を引き起こした。例えばメアリー・ウルストンクラフトは女性の権利の擁護の女性を哀れみの対象にした作家の何人かに対する非難の 章のかなりの部分をルソーと彼の議論に当てている。女性の権利の擁護におけるルソーの主張に応えるとき、ウルストンクラフトは彼女の作品の第4章でエミールを直接引用している。女性たちを男性のように育ててみればいいとルソーは書く。女性たちが男性に似せようとすればするほど、女性たちは男性をそれほど支配しないことになるだろう。 これがまさに私が目指すポイントである。私は女性たちが男性を支配することを望んではいない、むしろ彼女たち自身の支配者になってほしいのだ。フランスの作家ルイーズ・デピネーのエミールとの会話は、ルソーの女性教育に対する見方に対する彼女の、それの相違点を鮮明にしている。彼女は女性とはルソーが言うような自然な違いではなく、女性の教育が 社会における女性の役割に影響を与えると信じていた。ルソーはまた彼の社会契約論の簡潔な版を本に含めることによって第5編のエミールの政治的育成に触れている。彼の政治論文社会契約論はエミールと同年に出版され、同様に一般医師に関する物議を醸す理論のために政府によってすぐに禁止された。ただし、 エミールでのこの作品の番では、王権と統治の間の緊張については詳しく説明していないが、代わりに読者に元の作品を紹介している。ルソーの死後に出版されたエミールの不完全な続編、エミールとソフィー、または孤独な人たちでは、ソフィーは不誠実であり、エミールは最初は裏切りに激怒している、と述べられている。世の中の女性の不倫は、 単力以上のものではないが、不倫をしたソフィアは、すべてのモンスターの中で最も嫌われるものだ。彼女が何であったかと彼女が何であるかの間の距離は、測り知れない。いいや、彼女に匹敵するような地軸や罪はない。彼は後に、誘惑に満ちた街に、彼女を連れて行ったことを、自分のせいにして、いくらか気持ちを和らげたが、それでも彼女とその子供たちを捨ててしまった。 彼の昔の家庭教師への手紙を通して表される苦しんでいる内部の独白を通して、彼は彼の家庭生活で培ったすべての感情的な結びつきについて繰り返しコメントする。絆はそれをのずと鍛えられた。彼は後に彼がショックから立ち直り始めると、読者はこれらの絆は起こりうる、痛みの代償に値しないと信じるように誘導される。 そして、私は、市民ではなくなったが、真の男になったと語った。シン・エロイーズでは、理想は、家庭的な農村の幸福であるのに対し、エミールとその続編では、理想は、社会的でない原始的な人間の、自然な状態であった感情的な自己充足である。ルソー協会のメンバーであるウィルソン・パイバ博士は、未完成のまま残された、エミールとソフィーは、 文学と哲学の見事な融合、教育による感情と理性の生産的なアプローチを生み出したルソーの比類なき才能を思い起こさせると述べている。ルソーの現代的で哲学的なライバルであるボルテールはエミール全体に批判的であったが、それが禁止された原因となった本の一部は絶賛している。ボルテールによるとエミールは第4編の40ページほどのキリスト教に対する 浅はかな子守のザレごと、哲学者に対しても、イエスキリストに対しても、同じくらい傷つくことを言うが、哲学者は、神父よりも寛大であろう。しかし、ボルテールはさらに信仰の職業のセクションを支持し、それを50ページほどの素晴らしいページ。それらが、そのようなハレンチ感によって書かれるべきだったのは、残念なことと読んだ。ドイツの学者ゲーテは1787年に、 エミールとその感情は、工作された心に普遍的な影響を及ぼしたと書いている。エミールは、その個性尊重、自由主義的な教育観とともに、ペスタロッチやカントラをはじめとして、近代の教育学、教育論に大きな影響を与えることになった。ありがとうございます。